僕の名はリオン。お前の方こそ見ない顔だな。ああ、まあね。でもすぐに分かるようになる。世界一のレーサー一文字豪輝って、世界中に知られる日もそう遠くないから。一文字豪輝？そんなレーサー聞いたこともない。本当に速いのかお前。だから今は知られてないけどすぐ有名になるって言ってんじゃん。本当に速いのか、それともただのハッタリかは知らないけど、自信だけはあるみたいだな。あ、ひどいな。ハッタリだと思ってるのか？世界グランプリにも出場していない、見たことも聞いたこともないレーサーが世界一だなんて言われて、信用しろって方が無理だろ、普通。え、まあそりゃそうだけど。でもさ、ほら、これに優勝すれば少なくともお前は分かってくれるよな。まあな。でも優勝以前に僕のガンブラスターに勝たないと先にも進めないぜ。お前の方こそそれを分かって言ってるんだろうな。当然勝つさ。勝たなきゃ優勝できないもん。なるほど。それなら相手になってやる。ガンブラスターの走りで自分が井の中の蛙だってことを思い知らせてやるよ。望むところさ。俺もお前のことは見たことも聞いたこともないからお互い様だ。お前の方こそマックスブレーカーの速さを見てビビるなよ。期待してるぜ。せめて GP チップの調整相手ぐらいにはなってくれよ。ああ、俺も強い相手なら大歓迎だ。行くぜ。ガンブラスターは止められない。くそ、負けた。こいつはすごいな。市販タイプじゃないとは思ってたが、グランプリ仕様でもないマシンにガンブラスターがそこまで追い詰められるとはな。お前むちゃくちゃ速いな。びっくりしたぜ。お前も世界一と叫ぶだけのことはあるぜ。あ、そうだ。これでまた世界一から少し遠のいちゃったよ。ちくしょう。なら僕が先に世界一になっておいてやるよ。そうすればもしお前が僕を倒せた時にあっという間に世界一になれるぜ。なんかそれあんまり嬉しくないな。一文字豪輝とか言ったな。覚えておくよ。また勝負しようぜ。ああ、次は負けないぜ。またな。
ムマシン、君は確かフェスティバルカップの。覚えていたのか。あの時は迷惑をかけた。すまなかったな。いや、僕は別のグループだったからあの時は走ってなかったよ。ならどうしてガンブラスターのことを知っている？テレビで見たんだ。すっごい速いマシンだなって思ってたんだよ。そうか、ガンブラスターは僕の自慢のマシンさ。へえ、ガンブラスターって言うんだ、そのマシン。グランプリレーサーじゃないってことは、君はボルゾイっていうのと関係があるレーサーなの？ボルゾイ？はあ、手紙に書いてあったやつか。知らないな。俺は強いやつと勝負がしたくてここに来ただけさ。そっか。それじゃあ僕と同じだね。同じ？僕もワクワクできる相手と勝負がしたくてここまで来ちゃったんだ。どうせレースするなら簡単に勝てちゃう相手とやってもつまんないからね。そうか、なら早速勝負と行こうか。ガンブラスターならお前のご期待に添えてやれると思うぜ。その代わり、悪いがお前はここで終わりだけどな。そんなこと、やってみないとわからないよ。僕のベルクカイザーだってすっごく速いんだから。ガンブラスターを止められるやつはいない。それを証明してやるよ。うん、手加減しないよ。ああ、全力勝負だ。ガンブラスターは止められない。あれ？よし！負けた。この僕が？なんだ、ガンブラスターに負けたのが信じられないって顔だな、お前。まあ、最高速のガンブラスターについてくるほどのマシンだ。めったに負けたことがないって言われても信じられなくもないな。ベルクカイザー。おいおい、そんなに落ち込むなよ。自慢するわけじゃないが、今のガンブラスターならどんなマシンとやっても負けなかったぜ、きっと。大丈夫か、お前。うん、なんかものすごく悪いことしちまったような気がしてきたな。